こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、山形県米沢市、米沢駅に来てます。初めてね、米沢駅降りたんですけども、ここからですね、米沢城址、城跡ですね、ぐらいまで、まあ大体30分ぐらいみたいなんで、まあ、途中ね、いろいろね、街を、ちょっと良さそうな通りとかあれば、その辺寄りながら、向かっていきたいと思います。今日はですね、2022年の10月の13日土曜日、時間はですね、今5時半です。東京に比べるとやっぱりちょっと寒いですよね。ではですね、これからですね、市街地、城跡の方に向かって歩いていきたいと思います。どの道を通っていくのがいいのか。これ米沢駅ですね。そしてこれが駅前モニュメントですね。米沢といえば米沢牛。牛肉で有名ですよね。なのでここにも米沢牛の精肉販売のお店があって、そちら側にもね、これステーキ東洋館っていう米沢牛のお店みたいですね。さんですね。この道が駅前のメインストリートという感じなんでしょうか。夕日が綺麗ですね。いい時間に撮影を始めました。あ、牛鍋、こっちも米沢牛のお店。ランチいくらなんでしょうね。きらやか銀行、初めて見ましたね。これは
山形県の地方銀行なんでしょうか。そしてなせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさになりけり。これは上杉鷹山ですよね。鷹山公ですかね。上杉鷹山公。あとはですね、この左側にもう一本ね、向こうに行った道の方が近いみたいなんですけど、こっちの方がメインストリートかなということで、こっちをね選んだんですけど、ここはスナックフィリピンパブ。タレントですかね。待て時間がすごいいいですよね。米沢の町は駅から中心街がちょっと離れてるんですかね。ただなんか駅近くにイオンがあったり、
あとなんか駅から少し離れたところにもイオンがあって、皆さんはやっぱりイオンにお買い物行くんですかね。右は、ここは公園なんでしょうか。でもう少し行くとね、川を渡るみたいで、最上川ですね。山形まで来ると結構寒いですよね。東京だとまあギリ半袖、まあ、薄手の長袖みたいなそういう気候だったと思うんですけど、この辺りではやっぱ上着とか着てる人も多かったですし、少しやっぱり厚手の洋服1枚とかでも全然暑くないぐらいの気候ですね。これが最上川です。これはあれですけどね、河原ですけども、川の水の自体はそんなに多くないんでしょうかね。ちょっと音がかすかに聞こえるぐらいかもしれないですけども、映像的には。
ここも直営レストラン。米沢牛の、なんて読むんでしょう。黄色い木と書いて。金剛閣っていう直営店。山形県は15年ぶりぐらいですかね。前回はね、山形市と紅花をね、見に来ました。ここは精肉屋さんと、精肉屋さんの直営ってことなんですね。駅にもね、大きな牛のなんていうんでしょうかね、像が置いてますけど、だんだんお店が増えてきましたね。お、ナポリの窯。で、花屋さんがあったり。この辺もお店の作りですね。もう営業してないみたいですけど。大きな車が700円、一袋700円。栗の相場ってちょっとわからないんですけど、なんか量と金額的に安そうな気はするんですけど、お寿司屋さんですね。隣が米沢信用金庫。
ああ、そういえば10月なんでハロウィンですかね。行きましょうか。なんかね、向こうの方にね、結構お店があるような、そんな感じがしたんで、もう少しね、ちょっと遠回りをして、そして城跡まで歩くみたいな感じですかね。11月3日グランドオープン、エニタイムフィットネス、大きいですね。聖徳太子尊、陳州。この辺りの町は浄化職人町の人なんとか一番城町と言います。大工さんを主になんとか造りの万象たちの町でした。それで万象たちがですかね、信仰するお太子様が祀られているので、聖徳太子は仏教とともに建築の技術やなんとかなどの中国文化を導入したことで、なんとか町に街中に佇むこの大像は歴史の証です。残念ながらね、下の方が切れちゃってるんでね。古くからの街だったんですね、この辺は。なんかこっち行ってもあまりお店はないんですかね。なんかロードサイド系のお店しかなさそうです。左入っていきましょうか。
辺がね、街灯がちょっと商店街っぽいんで、ちょっとこっち行ってみましょうか。ここもすき焼き焼肉ステーキしゃぶしゃぶ。ここ肉屋さんですね。街灯がね、商店街っぽい感じがするんですけど、なんて書いてますかね。辰町商店街、これちょっと飛んじゃって読めないですかね。金田辰町を歩く。ああ、これでもちょっと。この辺商店街は商店街みたいですね。右側行っても住宅しかないようなそんな感じなんで、もうなかなか立派な牛の置物と呼んでいいのか。なんて呼んでいいんですかね。象。オブジェ。ここはニューロード。ね、街灯はね商店街っぽいんですけど、ここもなんかお店はちょっとね開いてなさそうですよね。ここは炭火焼き肉ソウル。
だと。隣は雑貨屋さんですかね。洋服屋さん。そして。もうね、街灯はね、商店街っぽいんですけど、そこまで飲食店はなさそうですね。芋煮スタンプラリー、山形芋煮なんですかね。そういえば内側入ってみましょうか。駐車場通らせてもらいましょうかね。30分100円ですね。夜間60分100円。カラオケハウス、フィリピンフーズ、飲食店街がポロポロある感じです。全然営業、ここは営業してないですね。スナックです。ここはやってそうですね。
この通りは行き止まりになったんで、ここ左に行ってね、でこの道を右の方に行くと、おそらく城跡の方に行けるんじゃないかなと。あ、これは図書館なんですね、市民ギャラリーと。よし、 CH ダラス通り。なんでダラス通りっていう名前なんですかね。ウォータミア1、そして岩波に歩兵と。ホテルなんですね。ホテルモントビュー米沢。今日はですね、米沢での撮影が終わったら山形市の方に移動して、で、山形駅のね、周辺や繁華街を歩いて、で明日は山形県の日本海側にねちょっと行って、でそこでもね数箇所撮影して、で明日は東京の方に戻ろうという、そんな感じの予定になるんですけども、ね、本当はもう一軒回ろうかなとかちょっといろいろ考えたんですけど、ちょっとねそれが難しくなったんで、今月はねちょっと山形県、歩くそんな感じだけになります。まっすぐだけではなくて、もう少しね、このこれぐらいの角度の方向に芝生があるみたいなんで、これを このまままっすぐ行った方がいいのか、もう少し本格的にはどっちになるんですかね。西方、西向きに歩いて、でこの上杉神社っていう、これが城跡になる、そんな感じだと思うんですけど、
杉神社が合ってるのかな。ね、間違えてたらコメントとかで指摘してもらえたらと思うんですけど、もう着きますね。もう5分ぐらい歩いたところに米沢城市。米沢って何万石なんですかね。なんか最初は30万石みたいな。そんな感じの文章を読んだことあるんですけど、なんかいろいろあって減らされたみたいな話もあるんで、最終的に何万石になったのかちょっと調べてないんですけども、関ヶ原で、関ヶ原以前とかはもう本当に日本で有数の大きな藩だったと思うんですけど、おそらく関ヶ原で西軍側に着いたんで、そこでも一回領地を減らされてるんじゃないかなと思うんですけど、この辺を曲がった方が良さそうなんで、ちょっと曲がってみましょうかね。信号を渡る必要があるんで、牛の像が置かれてますね。こんなに街中に牛の像が置かれてるところも珍しいんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、ちょっとね、どこまで入っていけるかわからないんですけど、これは桜ですよね。桜の季節に来るとかなり見応えがある、そんな感じなんでしょうか。
着きましたね。松ヶ峰公園案内図。今どの辺なのかが、わからないんですけど、どこなんでしょう。上杉記念館で、上杉神社ですね。本殿があったり、でこれが米沢市上杉博物館。ああ、ここですね。今ここですね。北参道。はい、もう城跡っていうよりもどちらかというか神社っていう装備性質の方が強いんでしょうか。どこで撮影をこれでようか。めっちゃキョロキョロしてるんですけど、ここは徳稲荷大名寺。もう少しだけ歩いていきましょうか。だいぶ時間経ってますね。もう歩いてかれこれ50分。これは観光案内所、上杉謙信公、上杉鷹山公、とね、あそこにねまた案内板があるんで、あの辺までちょっと行きましょうか。米沢城下絵図。あそこに上な上杉鷹山公。これは天智神。上杉景勝公と直江兼続公主従像。これが上杉神社。してこれが伊達政宗公生誕の地でいいんですかね。伊達政宗公生誕の地。上杉謙信が眠る米沢。米沢城本丸の東南隅にあたり、ここに謙信以外を祀る御堂が建てられました。
本来に遺骸を安置するのは大変珍しいことです。道は城内で最も神聖な場所とされ、江戸時代が終わるまで藩士から崇拝されました。現在は歴代藩主が眠る米沢藩主上杉家病所中央に遺骸が移されています。上杉景勝が築いた石垣とも見られます。米沢城ゆかりの戦国武将伊達政宗、直江兼続、上杉景勝、札の辻、三の丸、本丸、なかなか立派な城下町だったんですね。では神社を映しながら、撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。山形県のね、町を5つ歩く予定ですので、順次ね公開していきますので、合わせてご視聴いただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。ではありがとうございました。